私たち家族はここロサンゼルスに犬2匹と一緒に住んでいます。年間を通して過ごしやすいここ南カリフォルニアから簡単にできて楽しいお料理と私たちのライフスタイルをご紹介していきます。皆さんこんにちは、ジュンコケラーです。南カリフォルニアの我が家へようこそ。9月に入りましたけれども、まだまだ残暑の厳しい南カリフォルニアです。やっとここで夏休みが終わりました。アメリカの夏休みは2ヶ月半から3ヶ月で、本当に長いんですね。でもやっとここで対面授業に戻れて、ほっとしております。で、本日は、今とてもアメリカで話題の朝食のご紹介をしたいと思います。オーバーナイトオーツと呼ばれるもので、オーバーナイトというのは一晩、一晩寝かせたオーツ麦を使った朝食です。とても簡単で美味しいので、ぜひお試しください。まずは容器ですけれども、こういった蓋のある容器を用意してください。こういった、メイソンジャーですとか、または収納用の容器で、を使用してみてください。でもしこういったものがなければ、ラムキンですとか、マグカップまたはボウルなんかでも構わないんですけれども、冷蔵庫に入れて、少し保存しますので、その時はサランラップを使うようにします。今日は2種類の異なった、オーバーナイトオーツを作っていきます。基本になるのがこちらのロールオーツと呼ばれるもので、このように平らになっていて、こうやってロールをしたということで平らにこのように広げてあるオーツを使います。そしてオーツとそれから、牛乳または、豆乳ですとか、皆さんのお好きな、オートミルクですとかお好きな、牛乳または牛乳に代わるものを使ってください。それから、ヨーグルトを入れることも可能です。1種類目は、こちらのラズベリーと、それからブルーベリーを使ってチアシードで仕上げたもの、それからもう一つは、ピーナッツバターと、ヨーグルト、そして、バナナを入れたものを作っていきたいと思います。まずは基本となるオーツ麦を 100cc、アメリカの計量カップでいうと約、半カップ入れます。次にチアシードも入れていきます。小さじ2ぐらいを入れます。そして次はブルーベリー、大体大さじ2ぐらいですね。それからラズベリーも大さじ1ほど入れていきます。そしてメープルシロップも加えます。最後に牛乳や豆乳、アーモンドミルクなどをお好きなミルク系のものを加えます。最後に蓋をしっかりと閉めて、軽く揺らします。全体にミルクが渡るようにします。はい、次のフレーバーはピーナッツバターとバナナを使った、オーバーナイトオーツです。オーツを入れヨーグルトを加えていきます。そして先ほどと同じように牛乳または豆乳、アーモンドミルクなどを加えます。次にバナナのスライスを数枚加え、ピーナッツバターを大さじ1ほど加えて、メープルシロップをかけて出来上がりです。はい、こちらが2つの味の異なった、オーバーナイトオーツの方を用意しました。1つは私が大好きなベリーのたくさん入った、オーバーナイトオーツ。で、もう1つはちょっとデザート感覚な、ピーナッツバターとそれから、バナナを入った、オーバーナイトオーツですね。これに蓋をしまして、軽くシェイクをして、娘はこれものすごい勢いでやるんですけれども、私は軽くして全体がちょっと混ざるような感じにして、これをですね、冷蔵庫に入れて、一晩寝かせます。そして明日の朝いただきます。もうこれが時間がないという方は、最低は2時間はこのままで寝かせてください。さあ、一晩寝かせたオーツ。このような感じで出来上がっています。バナナとピーナッツバターのコンビネーション、それからベリーのたくさん入った、オーバーナイトのオーツです。他にもいろいろな組み合わせができると思いますので、皆さんもいろいろとお試しください。
オーツにミルクが染み込んでとってもしっとりしています。ぜひ皆さんもお試しください。